失礼しますよ、組長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。姉ちゃん一人どうよ。俺らと一緒に楽しいとこ行かない？やめてよ。なんだ？え？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた！だってさ、ハルカは。すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ？ハルカはどうした？ほんの1時間くらい前だ。ハルカ、何してるんだ？私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私桐生のおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。ハルカ、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。ハルカ！すまねえ桐生、やつらギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。分からねえんだ。ならしらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。あ、なんか用かよ。青のギャングだな。だったらなんだよ。ハルカはどこだ？あ？お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか？知らねえよ、そんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまうぜこいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一応遊んでやるよ、おっさん。お前ら本当にハルカを知らねえのか？はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。おいおい、あんたなんかよ。ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はねえ。リーダーを出せ。断るって言ったら？お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。はるかはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞおら。やんのかこれ。ふざけんな親父。やる。なめやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。はるかをどうした？どこにやった？知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ？赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場にデブラっていうクラブが。そこが奴らのたまります。桐生だ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことは分からん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。桐生、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。はるかはどこだ？はあ？お前誰だ？知っててもお前なんかに言わねえよ。口の利き方に気をつけろ。ああ？やるってのかよこら。お前がリーダーか。違います。リーダーなら下に。こんなことしてただで済むと思ってんのか？ハルカを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。返り討ちにしてやれ。てめえ、こんなことして死んだも同じだぞ。ハルカはどこにあった？知らねえよ、そんなもん。待って、どこだ？ハルカはどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？ランカロンです。子供は中華街のランさんのところに。ラウカロン。先ほどの祝杯に薬を入れました。桐生さん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。桐生さんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやさ、足が。何？お前のためなら足の1本や2本。すんません長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴がハルカを。ハルカは見つかったか？いや、まだだ。そうか。今サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか？分かった。来たか？ハルカを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何？ジャカだと？ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。桐生、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。横浜へ向かう準備はできたのか？そうだな。分かった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30？ じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なら紹介するわ。これが5代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅうんじゃ。